针对在日本业务拓展的一个瓶颈啊，就是我们人才的不足。那人才的不足这个问题怎么去解决呢？除了要从内部我们要去把人才培养，让他成长上来之外，另外一个就是我们要从外面把适当的人找进来。但是这个工作不只是 recruiter 一个人的责任而已，而是全公司本部长、营业还有 recruiter 等等要共同去完成的一项工作。顧客案件の増加に伴い、人材不足が深刻な問題となっております。特に社員については今後も増やしていきたいと考えております。採用チームは各拠点で中途採用専任者を中心に営業・開発が連携して採用活動を行っています。情報共有の活性化により経験者採用に成功しました。社内の雰囲気を身近に感じてもらうため公式 SNS を開設。1年で合計1万フォロワーを達成しました。社内や採用面だけでなくビジネスパートナー企業との協業実績にもつながり、大きな成果を実感しております。採用チームの発足や大阪での SNS の指導など新たなチャレンジをしてまいりました。その結果、2023年9月時点で合計41名を採用しました。なんと採用チーム結成前と比較すると1.6倍。今後もチームで一致団結し、採用を続けてまいります。